皆さん、ポコニャチは。今日は100人マリオチャレンジに挑戦していくよ。あ、またやっていくのね。こないだやったばかりだけどな。いやーなんだかんだ好きなんだよね、100人マリオ。ピーチ姫は今日もバイトに行くのな。相変わらず熱心ね。生活に困ってるんだろきっと。一応設定では姫だから貧乏ではないと思うが。貧乏な姫もいるのよきっと。そんなことはいいからプレイしていくよ。60秒スピランって感じかしら。スピランなら任せとけ。さてやっていこう。Pスイッチを押してからのスタートね。ここで Uターンをして。いやー、テレサだー。またいつものね。一応置いてあったネット持ってきたよ。で、早速ネットなくしたけど大丈夫なの？それよりなんかすっげー奇妙な音がしてるんだが。あ、ダメだこれネットがないとこのブロック壊せない。だから言ったじゃない。今度はネットかぶったまま来たよ。じゃあもう引っかからなさそうだな。そうね。このまま進んでしまおう。テレサはあの最初の音符ブロックだけじゃないかしら？まったくまだまだお子ちゃまだな。うるさい。このまま死なずに行くぞ。初見なのに手が勝手に動かせるってすごいよな。まあ回数重ねてきてるしね。さあ新エリアだ。いいペースね。ここは3段ジャンプか。まあ、3段飛べなかった。タイミングずれてたわね。次こそは。3段の先にスターがあったわね。よし成功。ああ、行き過ぎた。本当はそこのドアに入らなきゃいけなかったのね。さて、このコースのおさらいだよ。死に未残機が11も減ってるわね。結構使っちまったな。毎回ピーチ姫助けに行くお家賃は出てるのかしら？残業代か？代金は手渡しなんじゃないか。マリオも大変なんだな。クッパが一番のお金持ちってことね。クッパのとこに就職したい。絶対ブラックだよな。そういえばポコニャンもお菓子食べる？コントローラーベタベタになっていいなら。今お前お菓子食ってんのかよ。だって退屈なんだもん。さて3段からのスターゲットだな。今度はちゃんとドアに入れよ。当たり前だろ。あーっとまた通り過ぎちゃった。行ったばっかだろ。よし入れたけど。あたり一面トゲだらけね。スターの効果が切れないようにな。どま、引っかかる引っかかる。だいぶタイムロスしたわね。よし順調順調。あ、出てよ。この子はゴールまで連れて行こうぜ。おわっとこれ乗り捨てしないと無理だ。あーじゃあ、あらこれ前にも見たギミックじゃないの。これももうマスターしてるから大丈夫。早く次のエリアに行ってくれ。いい加減直しなさいよお化け嫌い。いいや絶対に無理だ。お、ファイアーマリオってことは敵を一網打尽だ。あっという間ね。さて次は、一気に走り抜ける。あ、プロペラキノコ。失敗したらって考えると怖いわよね。クックック、心配ご無用。あれ、ここに鍵付き扉があるってことは。じゃあ、ゴールだはい、というわけで無事にクリアすることができました。サンアップできてよかったわね。よし、次のコースも頑張っていこう。